皆さん、こんにちは。マネルゲルユージです。では、今回はハーツオブアイアン4、第一次世界大戦モッド日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、まあ、いわゆる第一次世界大戦に相当する欧州大戦ですね。イギリス、フランスと、まあ、ドイツが主に戦った戦いは、まあ、すでに終結しているんですけども、この戦争の講和に残念ながら日本は乗り遅れてしまってですね、唯一日本がドイツと、まあ、ドイツが結成している中央同盟国側って言った方がいいのかな、と戦争している国になっていまして、まあ、これがね、恐ろしく強いです。まあ、当然日本は日本単独で戦っているのに対して、ドイツたちはね、こんだけの国で戦っているので、まあ、まともにやっても勝ち目はないということがあるので、まあ、基本的にはやっぱり、他の国々を巻き込んでいきたいというところはあるんですが、まだまだその段階ではないという状態なので、今回はですね、まずドイツの国力を削いでいこうじゃないかというふうに思っています。ドイツってどんだけ強いかというと、こんだけ強いです。師団数もまあ250から400ぐらいざっとありますと、工場もね、こんだけまあ186ありますという、まあ本当に強い強いドイツなんで、今回はこのドイツをちょっとでも削っておこうねっていうことで、ターゲットをですね、このアフリカ大陸にしていこうと思っています。まあ、アフリカ大陸の中でね、ドイツが持っている、まあ、いわゆる植民地ですよね、いくつかあるので、これを全部食ってやろうじゃないかというふうに思ってまして、今回ターゲットにしていきたいのがここですね。タンガニーカに、まあ、強襲上陸をかけていく準備をしていこうというふうに思っています。で、まあ、ドイツからね、資源や工業力やらを奪って、その分我々が力をつけていきたいなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。まず生産のラインなんですけども、軽戦車の方ですね、これマーク2まで持ってきました。じゃあマーク2の性能ってどうなのっていうと、こんな性能です。まあ、主砲エンジンをレベル5まで上げて、装甲を4、で信頼性を3まで上げました。なので、これでドカスカと、製造のラインを作っていければいいかなというふうに思って、もっと強襲上陸されている、まあ、おそらくね、強襲上陸かけてくる場所はもうワンパターンでここですね。レニングラードに強襲上陸をかけてくると思うんですが、まあ、レニングラードには何といってもね、この海兵隊、彼らを配備してあるので、まあ、レニングラードがやられることはまあまずもってないかなというふうには思っています。まあ、レニングラードが万が一やられるってなるとね、ちょっとしんどいなと思うんで、まあ、そうならないようには気をつけておきたいと思います。が、まあ、基本的には大丈夫かな。ただ、こんだけ、ひょこ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 言われるとちょっと心配にはなるから、ちょこちょこ見ておかないとね。国保身とか装備品とか、まあ、製造のラインはね、常に新しいものを研究していくっていうフェーズでもういいかなと思ってます。そうだよね。他は十分に防御を張ってあるし、強襲上陸かけてくる場所はもうここしかないからね。レニングラードにいる、この海兵隊でしっかり守ってもらいましょう。で、我々はタニングニードでしたっけ、ちょっと名前がちゃんと出てこない。ここ、タンガニーカですね。タンガニーカに向けて強襲上陸をかけていきたいので、ここに向けてですね、まず艦隊を一部割いて、しっかりと、制海権をね、取っていくという動きをしていきましょう。とは言っても怖いのがね、ひとたび、海軍の戦力を日本近海から離した途端に、ドイツが強襲上陸をぶっ込んでくるっていうのだけは怖いんで、ちょっとそうならないように一旦時間を止めてですね、しっかり割り振りをしておきましょう。誰がどこを担当するかっていう割り振りですね。
まずは第一艦隊、これ一番、まあ、力が入ってるというか、空母が入ってるこの東郷さんの艦隊、これを、そうだね、これを、ここまで持ってきますか。で、第二艦隊ですね。第二艦隊を、そして第三艦隊。怖いのがね、本当に強襲上陸を知らないうちにかけられているパターン、これが一番怖いので、まあ、そういう展開にならないようにだけね、気をつけていきたいなと思ってます。国家方針は常に最新のもの。こんなところで強襲上陸かけられるかな。この辺りの中間は誰が持ってるんだろう。この辺りに持てればね、いいんですけどね、拠点を。ただこの拠点を持つには到底、まあ、距離がありすぎるという状況なので、まあ、容易には進まないですよね。さあ、では海軍の方もじゃんじゃか新しいものを作っていきましょう。1800はないな、とはいえ1800はないよ。1300となると工学系、いや工学系産業系ももうパンパンだもんね。この後行こうとすると1400とか必要になってくるから、これが本当にまあ正しい選択なのかっていうのはちゃんと確認した方がいいね。とにかくね、圧倒的なドイツ軍を前に、まあ、どう戦っていくかっていうことになるんで、さあ、では強襲上陸をする、その指示を出しておきましょうか。まあ、一番信頼している部隊に対してはね、この戦車部隊なんで、この戦車部隊に強襲上陸をしてもらいます。ちょっと遠いよね。まあ、強襲上陸した後がね、ちょっと持たない可能性もあるんで、本当にそこが心配。遠いですからね、後続が強襲上陸の後、追いついてくるのが。なので、他の部隊も、もう港があるところに詰めておきましょうか。まあ、いつでも、もうすぐにでも、動けるようにと。でも本当にね、レジスタンス対策がバッチリになってるんで、そこは自信を持っていられるな。このドイツがアフリカで持っているここにどんだけの戦力がいるかもちょっと全然わかんないからね。そうか、イギリスとかフランスとかのところに部隊を配備しておけばいいのか。そこから強襲上陸できるのかな。だったら御の字だよね。ちょっと強襲上陸の指示だけ出してみる？できるかどうか。いや、それは無理だわ。無理だね。さすがにそんなに甘くはないな。で、ちょっと石油が微妙な感じになってるので、石油は輸入していきましょう。アメリカから。いや本当に一気に
良くなったね、資源の状況が。レジスタンス対策をバッチリやったことによって、まあ、もちろん輸入してるものはね、腐るほどありますけど、それにしたって十分な量の資源が獲得できているので、これは嬉しいな。国家方針も入れられるものがむしろなくなっちゃったかな。ほぼ全部国家方針入りきりましたかね。もうあとは本当に選ぶようなものはないかな。鉄がちょっと供給量が微妙だから鉄だけ多めに輸入しとく。輸入だけね。で、制海権が取れるかどうかだね。制海権取れないんだったら、海軍をさらに増強しないといけないねっていうことに、なろうかと思うので。制海権をちょっと確認します。うわ。この南シナ海全然制海権取れてねえよ。大丈夫なのかっていうぐらいちょっと怖さがあるな。軽戦車は28年まで入ってきたね。うん。だいぶこれで装備品のね、まあ、最新化という部分はできてきているのかなっていう感じがしますね。重戦車もそうだし。そうなるとこっからはいよいよ、ちょっと時間はかかりますが、航空機だね。で、今新しく製造が可能になった軽戦車の3、さらに重戦車の3を入れておきます。製造のラインに載せましたね。待って、オーストラリア、ハンガリーっていうのがあるじゃん。ここだろう、まず最初は。オーストラリア、ハンガリーだね。一番最初に標的にしなきゃいけないのは。オーストラリア、ハンガリーは、まあ、中央同盟国側ですからね。見逃してたね。オーストラリア、ハンガリー。ここに強襲上陸をぶっ込もう。他、こういうところないのかな？あれば、奪う。あるぞ。ここにもある。インドネシアだな。奪ってやる。では、艦隊戦力。まずは、東郷さんの艦隊を戻しましょう。東郷さんの艦隊、最強艦隊だからね。我が軍。航空機配備しときますか。もうだいぶ航空機も余っちゃってるんで。とはいえね、その、航空機を使えば使うほど人的資源も、まあ、消耗はしていくというのはあるんですが、まあ、ここはドイツ軍に対して、制海権をね、渡さないぞという意思表示を含めてね、やっておきます。レニングラードはでもほんとそれなりに、あるね。航空基地の規模という意味では。すごい量が。まあ、これでも制空権をね、完全ダッシュできないっていうあたりに、まあ、恐ろしさを感じるよな。お、爆撃機も配備できるな。よし、敵の施設を爆撃していこう。では、国家方針とかのアップデートをかけていきます。うわ、
この先にもう進めないわ。満州もう領有しちゃってるからね。じゃあもう国家方針は、国力を高める海軍の生産にしようかな。まあ、海軍生産しておけばね、今海軍力欲しいので、この海軍力を使ってドイツから解放していかなきゃいけない。植民地を。そしたら総流を研究入れちゃいます。で、対空砲、うん、野戦砲ですね。野戦砲はアップグレードします。さあどうした、もう強襲上陸いけるんじゃないの。だは、ここがひどいことになってるな。こんなさ、もうカスカスの状態のところから強襲上陸されるのはやめよう。かわいそうすぎる。沖縄からハンガリー、うん、違う、ブルネイだね。ブルネイに強襲上陸変えましょう。さあ強襲上陸が決まってくれればいいけどな。ただこの戦車機構軍に関して言うとどうなの、充足率が低いぞ、思ったより全然。この理由は何、製造のラインはパンパンに入れてるはずなんだけど。製造のライン見ます。あー、軽戦車が足りてないんだな。うかつだったな。ちょっと軽戦車の入れてしまってるので、師団編成に。それによって、軽戦車が全然足りてないですね。ちょっと余ってきている、歩兵装備を外して、その分軽戦車に割きましょう。軽戦車むちゃくちゃな量を入れてるけどね、製造のラインに。いや、ドイツ軍もさっきまで407とかだったのに、もう443まで来てるね。オーストラリア、ハンガリーも強いよな。いや、恐ろしいよ。もちろん師団の編成がね、軍の編成がしょぼかったっていう可能性もありますけど、まあ、それでも単純に師団数っていうのは一つの、まあ、ある意味目安になると思うんですけど、まあ怖いね。強襲上陸の準備は整ってるので、あとは部隊が今ちょうど動いてますね。さあ上陸するぞ。強襲上陸だ。うまーく上陸してくれ。ひとたび上陸がうまくいけば、うまくいった。ちょっと一貫時間止めましたね。強襲上陸がうまくいったので、ここに後続の部隊を乗せていきます。まあ、大きいところではないので、まあ、できるだけ迅速にね、上陸進ませましょう。後続の部隊乗せる必要あるかな ?36 の中に、いや、これ以上後続の部隊乗せても補給がうまくいかないのでやめましょう。敵の軍がどれくらいいるかだね、あとは。まさか植民地に敵の正規軍が一つもいないなんてことはないと思うんですが、ある？そんなこと。いや、いるよね。そりゃ敵の軍もいますわ。
お、銃が、36年もの、なんか、お酒みたいに言っちゃいましたけど、新しいものに変えられますね。最新のものに。これは本当に本当の土最新。多分、世界の中でも一つ頭出てるぐらい最新の装備になったんじゃないですかね。ああ、ここに来て28年、今1928年なんで、一通り、支援中隊のアップデートがかけられる状態になってますね。支援中隊を少しずつ強化していきましょう。さあ、では、このブルネイはどうなるか。まあ、ブルネイって聞くと、ゼータガンダムの戦艦を思い出しちゃうんだけどな。よし、そしたら、ここで一度、こいつを潰しておこう。包囲戦で潰せるでしょう。が、ブルネイが取られている。ブルネイ取られるとまずいよ。虎の子の戦車時弾が壊滅する恐れがある。いや、強いぞ。ハンガリー軍強い。これも脱出もままならないから。うわ、虎の子の戦車部隊が壊滅させられた。ちょっとあれだね。まずかったのが、単純にですね、死弾数が多すぎて、補給が全然でしたね。ちょっとそこすごい反省点だな。もう一度強襲上陸しましょう。三角兵。これ7師団です。8師団にすると危険なので、ちょっと放置だな。いや、戦車師団が。期待していた戦車手段があっさりやられた。まあ、あっさりやられた理由が今言ったような、本当にその、補給がね、まあ、確かに全然行き届いていなかったというのは、見ていただいた通りなんで、まあ、それがゆえということであればいいんですけど、単純にオーストラリア・ハンガリー軍の、やっぱり軍の編成が、我々を凌駕していて、まあ、勝ち目がないですよね、っていうことだと、今後の戦い的にちょっと怖いなっていう風になりますよね。ハンガリー軍本当に強い。やばい、やられる。ちょっと待ってね。これで今どうなってる？うわ、きついわ、きつきつだわ。いや、撤退だな。これらの軍を死なせるわけにはいかない。撤退しましょう。おめおめと撤退する羽目になったか。まあ、跳ね返されたと、単純にね。さて、本当にどうしようか、ちょっと考えもんだな。敵のね、その、植民地支配を、終わらせてやろうと意気込んで戦争強襲上陸してみたものの、
こっからは本当に手詰まり感の中、まあ、どう戦っていくかですね。でもやっぱり抑えるんだったらここしかないかなって感じなんですよね。まず最初にオーストラリア、ハンガリー、映画持ってるブルネイですね。ここをうまく獲得していかなきゃいけないかなと思うんですけど、ちょっとうまく言葉が出てこないですが、まず最初に、やっぱりここですよね、ブルネイを取って、その後ね、ここパプアニューギニア行って、この2つの植民地をね、解放すると、まあ、それイコール同盟側ですね、中央同盟国側、つまりドイツ側の国力を弱体化させることに、まあ、少なからずつながるんで、それをまずやっていきましょうというところですね。ちょっと今の原油戦力で強襲上陸をかけたものの、ものの見事に跳ね返された挙句、貴重な虎の子の戦車手段を全部失ってしまったんで、ちょっと考え直したいと思います。ぜひちょっと皆さんからもご意見とかあれば受けたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にTwitterのリンクも貼ってありますので、ぜひTwitterのフォローもよろしくお願いいたします。